美しいのに壊すのがもったいないもの。ライブがこんなに素晴らしいものだったなんて初めて知りました。私、もっとステージの上で輝いて指揮官の時間を奪っちゃいたい。尽きるまでです。鉄血所作、巡洋艦のローンです。今は通常の偽装ではなく特殊兵装を装備しています。特殊といっても戦うためのものですし、ぜひこれでいろいろ壊したりしてみたいと思います。指揮官、よろしくお願いしますね。巡洋艦ローン、兵装実験任務並びにアイドル活動に参加中です。今度は銃と大砲ではなく歌の力で戦いましょうね。指揮官、今日は何から始めればいいですか？指示をお願いします。みんなはアイドル活動を楽しんでいますけど、兵装のことをちょっと忘れていませんか？あまり気にしない方がいいですか？歌の力はこうしてみんなを癒すこともできますが、歌の力で敵を壊すんですよね。バッチリわかっていますよ。獣王のあの子、繊細というか少し打たれ弱いというか、どうしてあげたらいいんでしょう。歌は真心を込めてって言いますよね。あまり得意ではありませんけど頑張りますよ。ハグしたくなったのですか？はい、いつでもどうぞ。あとでじっくりスキンシップを楽しみましょうね。頭ポンポンですね。作戦任務ですか？はーい、ぜひ参加してみたいですね。オファーも頑張りましたね、指揮官。偉いですよ。メールですよ。どんな内容でしょう？お疲れ様です。いつもレッスンの時に差し入れをくださるお礼に、私も軽食を用意しました。どうぞ。指揮官は、敵をやってくださっているのですか？アイドル活動、みんな指揮官のために頑張っていますね。私もそうですよ。笑顔で楽しく、指揮官のために。アイドル活動ばかりだとなんだか心のどこかで虚しく感じますね。戦闘、いえ、敵を沈める機会が減ったからでしょうか。
指揮官がライブを見てくれていることを知って、心の隙間が埋まった気がします。そうですね。指揮官の時間、命を私が使い潰している。そういう気分だからでしょうか。気持ちを高ぶらせたいときは、敵を壊すのが一番だと思ってましたけど、指揮官は他の方法も教えてくれました。まさか私を変えるなんて、本当に許せないよね。美しいのに壊すのがもったいないもの。ライブがこんなに素晴らしいものだったなんて初めて知りました。私、もっとステージの上で輝いて指揮官の時間を奪っちゃいたい。尽きるまでです。委託に出た子たちが戻ってきましたよ。指揮官もやってみませんか。こうして順番にみんなとハグすることですよ。音を使う兵器にも興味がありますよ。立ちはだかってくるのですか。許せない。気持ちが高ぶりますね。敵をこっぱみじんに壊したときは。あらら、やっぱり普通の兵器で戦った方がいいでしょうか。邪魔者の分際で。邪魔したわね。許せない。他の子がもっと必要としているかもしれませんね。